さあ、では続きまして、単位木の森行きましょう。ここもお宝4個だね。まずは楽譜集めから行きましょうか。5の1行こう。お、いるじゃないですか。あ、ソフィーさん、実は僕たち今回のことで話し合ったんです。周りを気にせずにイチャイチャしてるのを見せつけるのはやめようって。これで私たちも少し大人になったんじゃない。じゃあ僕たちも大人のようにキスができるね。ということですね。いや、マジでキョロスケさんいてほしかったな今の場面。よーし、ゴールです。ありがとうございます。ボスは近いぞ。入ってました。さてと、次は5の2ですね。行きましょう。ここでダブルジャンプ覚えたんだね。さあ、ということでゴールです。ありがとうございます。ボスと対決だ。では5の3いきましょう。おや、スタッフィーだね。もう手伝うことはないよね。川の近くにある工事予定地の仕事が終わったばっかりで。え、本当にそこで仕事したのかって。当たり前じゃないか。まったく、何を根拠にそんなことを。さあ、行きますか。さあ、クマジーさん。おお、サフィーではないか。ママさんには会えてよすの。よかったの。そうじゃ、お祝いに食料庫の中のものをやろうかの。まあ、食べ物はあんなことが起こらないようにわしが全部食べてしまったかの。他に残ってるものがあれば全部持っていてもいいぞ。ありがとうございます。よーし、ありがとうございます。さあ、バトルボス入ってました。さあ、続きまして5の4だね。さあ、ゴールです。ありがとうございます。オークラを当選。結構いい感じの BGM ところまで来てしまってる感じがあるけど、まだまだあるんだろうな、おそらく。さあ、ということで5の5いきましょう。ボス戦か。お、三つがさごさんだ。あ、サフィーさん、ちょっと聞いてくださいよ。なんか財布みたいなやつ持ってる。何の前触れもなくムーンさんに別れましょうって言われたんですよ。マジかい。僕の誕生日にプレゼントをくれるって約束したばっかりなのに。え、誕生日はいつかって。明日ですけど、何か。いやー、もうとことんどんまいすぎるよな。さあ、ではボス戦頑張っていきましょう。っていうか、ムカつく。っていうか、今度こそぶっ倒す。シンプルだね。前の分の分のまとめて貼らさせてもらうわ。よーし、頑張っていきましょう。あれ、待って、当たってなくね。内大倉さんの方に向けてって感じだよね。オッケー。で、途中から分身があるんだっけ。分身というかダミーというかだよね。あー、しまった。
ただいい感じにタイミングがずれてくれた。こいつはやりやすい。しまった。いけるよ。よーし。当たんないか。ただ位置は分かった。うわマジ惜しい。倒しちゃうか。やりやすくしちゃおう。よーし、あと一発、あと一発。あ、マジか。しまった。ちょっと素早いな。タイミング合わせて。はい。よーし、ありがとうございます。勝ちました。よかったよかった。ありがとうございます。さあ、ということでグッズの騎士の鎧ですね。ありがとうございます。さあ、いよいよ追加ステージかな。こっからはかっこいいね。昔はこんなのを着て戦ったんだね。そうですね。さあ、ということで新規ステージですね。いきますか。5の6、大木の中からお宝。大木の中にあるんだ。ああ、しまった。はい、はい、倒せてはないんだが、いっちゃいますか。で、下は大丈夫だね。で、マーメイドさん。マーメイドさん。結構頻繁だね。上は大丈夫か。ただ、デカ真珠があるね。とりあえず上に来たものの、どうでしょう。はい、多分大丈夫かな。ここは抗えるよね。わんこ魚みたいな感じの肩ですね。うわ、すげえ配置。取っちゃおう。よし。ここも取っちゃおう。そうか、すり抜けはできないんだ。そうでした。あ、ゴールだ。はいはい、ありがとうございます。さあ、お宝クマさんだ。ありがとうございます。さあ、17個目。では続きまして、5の7いきましょう。命綱は水の雫。こっちかな。
とりあえず取れそうなものは取っていこう。はいはい、あー取らないか、マジか。まあ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 。で真珠取って、でしゃがみ、これはどうなんだ、ギリ届かないね。ダッシュありだったらいけるか。オッケーオッケー、はい、多分こんな感じ。はい、タイミングしまった。で右側寄った時に進むと、マジか、ここもダッシュでいけるか。はい、いいね。でダッシュ、さあ行きましょう。お、雨降ってるね。上かなこれは。しまった、最後しゃがみね。はい、なるほど、伝ってくね、感じね。これはむずいわ。とりあえず高い位置をね維持していけば、こういうのは大体安全なので、うまいことやっていきましょう。はい、いいね。これダッシュの方がいいか。あ、上行ける。とりあえず乗るか。あ、宝箱ありましたよ。早いね、結構。なるほどね、なるほどね。これいけるか。よし、ありがとうございます。さあマントヒヒ18個目。さあでは続きまして5の8いきましょう。木の枝迷路を通り抜けろ。迷路系かな。こっち違うね。はいはいはい、よし。とりあえず取りますか。こっちかな、右側。でここ通れる。こっち怪しいかな。真珠あって、お、いけるぞ。あー、しまった。
マジか。まだ間に合う、まだ間に合う。取れる範囲で取りましょう。取れる範囲で取りましょう。まだいける。よし。下見えないの怖いな。多分これでよかったのかな。移動方法は。さあ、リュンさんだ。新しい敵さんですかね。多分初めましてだよね。結構動きが早いな。とりあえず自分の通る道だけでもね、しっかり確保して進んでいこう。やば、下か。いや、無理しない、無理しない。よーし。で、マーメイドさん。オッケーオッケー。で、ここも取れる。あ、危な。よかった。とりあえずあそこか。ここはもうダメージ確保でいっちゃいましょう。って思ったけど、そうか、流星アタックがいけないから、この辺からうまいこといけないだろうか。そうか、こっちはいけないか。ってなると、あの上回ってくって感じになるね。はい。OK。これでどうでしょう。ゴールです。ありがとうございます。最後の通り抜けもむずいな、なかなか。さあ、ヒラメ、ヒラメです。19個目。さあ、ということで5の9までだよね、確か。大木の森。よし、では行きましょうか。5の9。雨の中に不良1匹、正しい扉を探し当てる。探してるか。さあ、開幕着ぐるみさん、開幕ヤンキー。あー、そこトゲなんだ。マジか。こいつは気をつけなくては。ってなると、ちょい早めに発動とかもやった方がいいね。こんな感じで。よしよし。こんな感じ。オッケーオッケとりあえず真珠の位置は安全と踏んで移動していこう。これは間に合う。多分大丈夫、大丈夫。よし。で、上行って OK。 ありがとうございます。お、ガチ迷宮みたいな感じか。ぽいね。
あら、勢い的にいけないんだ。そんならね、多分真ん中上の扉に行きたいのかな。どうなんだろう。こっち行けないんだよね、勢い的に。で、ただここにマーメイドさんいるから、こっちが正解なのかな。どうなんだろう。でもぽい場所には行けてるというか、行ってない場所に行けてるから多分いいはず。オッケーオッケー。おいよーおいよー、敵さんが。とりあえずダメージ回復用にちょっと残しとくか、念のため。あー、そういうことね。オッケーオッケー。で、逆側もやってっていう感じだ。ちょっと待ちますね。待っちゃったんで、時間が経ってしまったからな。次で行こう。あれ、これ一回やったら大丈夫？もしかして。そんなら行っちゃうか。てっきり時間制限付きかなと思ったけど、そうでもなさそう。はい、オッケー。さあ、お宝です。ありがとうございます。これで、大木の森 OK かな。目玉焼き、ありがとうございます。さあ、20個目でーす。めっちゃ美味しそうな目玉焼き。おーし、ということで、続きまして、真っ暗洞窟だよね。6ステージ目は。いきましょう。まずは、楽譜かな。では、6の1から、やっていこう。お、オーサルトさん。強制されて作った音楽なんて、ろくなものができないと思うんですけど、プチオーグラ6号さんはどうしてそのことがわからないんでしょう。クロスケン頼もう。曲はよーし、ゴールです。ありがとうございます。結構ね、デカ心情多かったんで、そこそこ溜まったんじゃないかなと思います。さあ、楽譜のミニゲーム。よし、では6の2いきましょう。よーし、ゴールです。ありがとうございます。さあ、楽譜のゲームオーバー1。1。パターンあるんだ。今更ながら。そうなんだ。さあ、では6の3行きましょう。さあ、トルイカさん。親分がお前に会いたがっていたぞ。暇なら会いに行ったらどうだ。こんにちは。親分ならこの奥だぞ。でも今は絶対部屋に入るなって言われてるんだ。一体何してんだろう。気になるな。気になりますね。こいつさえ食っきゃね。あ、危ない。よかった。あ、おお、めっちゃ真珠ある。嬉しい。
さあ、モタリカさん、君の瞳はラブリーナイト、僕のハートはロンリーエンジェルって。うわあ、サフィーいたのかよ、いつからだよ。頼む、俺の趣味がポエム作りだってことは内緒にしといてくれ。わかりました。さすが親分ですね。さあ、チュータさん。よう、サフィー、この間は世話になったな。どうだ、俺のタコツボ姿。美しいだろ。何？これは実はツボじゃなくて樽だって。バカだな、これはどう見たってツボに決まってんだろ。悪い冗談やめろよ。ツボだな、これはツボだ。さあ、ゴールしましょう。ありがとうございます。さあ、楽譜ゲームオーバーの2。よし、では続きまして6の4行きましょう。よーし、ゴールです。ありがとうございます。ポーズ、ポーズ画面ってことかな。さあ、では6の5行きましょう。さあ、着きましたよ。頑張っていきましょう。浮いてる？お、俺様は弱くなんかないぜ。俺様がお兄ちゃまやお姉ちゃまたちより強いってこと、てめえを倒して証明してやるぜ。さあ、頑張っていきましょう。うわ、素早っ。あ、しまった、間違えた。とりあえず隙ができるタイミングは分かったんだけど、ちょっとダメージ受けすぎちゃったな。あー、しまった、ちょっと早かった。まあでも大体分かった。オッケーオッケー、よーし、やっていきましょう。はい、で岩攻撃、今だ。よし、そんな焦んなくても間に合う、間に合う。アタックは、よし、オッケー。で、下をくぐる。で、最後が飛び越え。オッケー。で、下くぐる、飛び越え。腕の動きで分かるね。しまったー。オッケー、よーし、ご利用し、ありがとうございます。勝ちました。おー、キュロスケファミリーが、これなかなかレアなのでは。よーし、ありがとうございます。いいものが見られました。さあ、グッズ、レスラーの服、一回見るか。
こんな感じですね。スタフィーって書いてある。よーし、では、この上のやつは9だね。まずは6の6からいきますか。肉を使うもの、使われるもの。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。